皆さんこんにちは、高橋貴子です。本日はポイント3ということで、教室集客 SEO 対策で上位に表示されるメリットとは何かということについてお話をしたいと思います。SEO 対策をしてキーワードがあって、そしてそれを見つけて生徒さんが来てくれるということは、検索エンジンのページが表示された瞬間にできれば1ページ、さらにできるなら1ページ目の一番上の方に載っている方が当たり前ですけれども、来てもらえる確率は高くなります。およそご自身が何かを買いたい時とかに、そちらの方のキーワードを探した時に何個までサイトを見るかっていうところですよね。私自身は結構自分のもう時間がなくてせっかちなタイプなので、見ても1ページ下か2ページ3個ぐらいまでですかね。できれば3個ぐらいで決めたいです。上から3つということは、一般的に皆さんがそういうふうに見ているとすると、1ページ目の上から3つ目ぐらい、3番目ぐらいまでに表示されていると、そのまま見に来てもらえる確率が高いということですね。なので、すでに教室とかいられている方は、一度自分の教室って生徒さんどうやって探されるのかなと思ってキーワード検索してみてください。そして自分の教室が上にあるということであれば、そのキーワードと自分が狙っている状態が適切であるということですね。まだ作られてない方は、どんなキーワードで生徒さんに来てもらいたいかっていうのを先に考える必要があります。ただどのみち 1,2,3 とか割と上位に表示される方が当たり前ですけれども、見込みの生徒さんに来てもらえる確率が高くなる、確率論の問題です。なので上位になるべく表示されるように対策をしていきましょうというお話がまず基本概念になります。なのでまた4以降そのお話をしていきたいと思います。